はい、皆さんどうもこんにちは、キリガラソウでございます。本日はですね、ちょっとね、急遽動画を撮ってるんですけども、今回ですね、重大な報告が2点ほどあります。私、キリガラソウ一、なんと、ツイキャス、キリガラソウ一としてのこういうビデオ撮影での配信、ツイキャス配信を定期的に行います。まあなんでかって言いますと、まあ最近 YouTube 動画も全然撮れてないっていうのもあるんですけど、まあツイキャスもね、やっていこうかなと思いまして。それと2点目。それと、TikTok の方なんですけど、ちょっとやること見つかんないので、ちょっとやめます。やめますっていうか、アカウント残ってるので、後で、行くんですけど、YouTube と同じことしたら見事にシャドーパン食らいまして。まあなんで、あとちょっと私、ちょっとポコチャの方を始めようかなと思いまして、そっちの方でもね、ランドメ漫画について語っていけたらなと思ってます。概要欄の方にね、ポコチャの方の URL とか貼っときますので、よかったらフォローの方よろしくお願いします。あと2点目なんですけど、ここが結構重要です。今僕ね、ソードアートオンラインのね、1巻読み返してるんですよ。まあ、その言ってる通り、私、キリガラソウ一、ラノベに関しては、多分今後、1作品刊行終わるま、1作品紹介しきるまで、次の作品手出さないと思います。なんかネジ外れた。まあなんでかって話なんですけど、先日ちょっと、父親とちょっと話してて、うまく話せる、しっかり話せるような趣味ねえよなって言われて、言われてみれば確かにそうだなと思って、僕過去の動画見返したんですよ。そしたらもう語彙力のなさ、説明もあらすじ程度、なしたって、って思ったんですよ。まあ、なのでね、今 SAO の一巻読み返してるんですけど、まあ、Twitter でもまた紹介するんですかって話はあったんですけど、まあ、それは、まあ、今後にね、つながってくる話ではあるので、SAO 一巻も。なんでかっていうと、この第8巻、この第8巻のアリオ&レイト、こちらの、話に、SAO 一巻の間に起きた県内事件の話とか、あと、冒頭のシーンの直後のだと思われる、本当の始まりの日のはずだな。そうだね。本当にオープニングの冒頭のシーンの後の話、本当の始まりの日の話も入ってるので、改めて見返します。まあ、紹介はもしかしたらまたするかもしれないです。まあ、なんでかって言ったら、まあ、正直な話言うと、やっぱり語彙力なさすぎて、全然紹介できなかったので、なら改めてやっていこうかなと思います。ってことで、今後はね、ソードアートオンライン。漫画はね、ぼちぼちいろんなやつ読んでいこうかなと思ってるんですけど、ラノベはこちら、ソードアートオンライン1本。で、今、23巻まで持ってるので、読み切って、感想出し切ってから次の作品で出そうと思います。他の作品ね。あと、プログレッシブとか、あと、魔法科高校とかも改めて。とか、働く魔王様とかも、それは一作品やり終わってからやっていこうかなと思ってます。はい、なので、多分今後はね、ソードアートオンライン関連の、ソードアートオンラインの感想、それぞれの感想をね、やっていく予定でありますので。まあ、かといってね、他の作品もやらないわけじゃないので、やり終わったら、まあ結構長くなるんですけど、やり終わったら、また他の作品も動画上げてきますので、他の作品のファンの方々も、ぜひ応援の方よろしくお願いします。ということで、今回はね、そういう報告動画になります。
はい、ということでね、今後はね、まあ、もうラノベ漫画のね、感想動画ができますので、よかったらチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。で、今後は、あと前回予告してたアニメの話なんですけど、未だに撮れてなくて、一応投稿予定は、あさっての予定です。月曜日には投稿する予定です。お楽しみに。ということで、あとラノベに関して改めて一巻から、ちょっとね、語っていけたらな、改めて一巻も近々やっていく予定です。SAO は現在今5巻までやったのでね、次6巻やっていく予定です。ということで、以上、キリガー総一の報告動画でした。また次の動画も楽しみに。